だけど
喋って喋って、それより。はい。では、何では、始まりましたクラブカレーザーですね。まず、ですね。はい。まず、私のじゃ自己紹介から。毎週じゃない。毎週来いよ。第4火曜日担当しておりますメラニですね。東京中心に活動中、ひらがな3文字メラニです。本名です。よろしくお願いします。はい。では今日はゲストの方に自己紹介の自己紹介になるんですけれども、普通の自己紹介じゃちょっとつまらないので、マットさんが提案をした、はい、他社が他社を紹介するという他社が他社を紹介する誰を紹介するの、ね、紹介しようと思います。はい、じゃあどうしましょうか。まず普通にやってよ普通に。じゃあまず私がまみちさんからやったー、はい、紹介しようと思います。新潟生まれ B 型147cm 泉まみさんです。よろしくお願いします。もっと紹介します。あだ名はまみちさんですね。はい、まみち、まみちさんですね。他にはもうチャームポイントは大きな目ですね。大きな目。何としたら今大きな方って言ったよね今ね。であれですね、もうほぼもう毎日でライブされてるんですか。そう毎日ではないけどね、はい、月の半分以上は歌ってます。すごい、はい、ギュギュですね。ギュギュですね、はい、ギュギュの泉まみです。よろしくお願いします。楽しいな、ギュギュ。じゃあ、カエルバナナさん、初登場ですか。はい、はい、初登場です。初登場、お二人、じゃあ、相方同士、あ、うちらが、はい、そうです。さっきマストさんに言ったよね。うん、うん、どんどん嫌いなところ嫌いなところいけばいいんじゃないか。マットさんがじゃあ紹介してください。あ、僕、あ、それいいね。お願いします。あ、カエルバナナさんです、うん、チンカスやろうと。え？もう一回、なんて言った？チンカスやろうと。チンカスやろうと。ひどいな。空手をやってるんですよ。あ、空手じゃなくて柔道ね。柔道やってました。はい。すごいね、いつもね、いじめるんですよ。あ、ゆうくん。ゆうくんをいじめてる。そんなことないんですけどね。はい。めちゃくちゃいじめてて、ゆうくんがいつも心広いのかな。広いですね。ね、今私お年寄りの紹介をしてる。お父さんが少林寺の師範代。おお、すごい。強い、喧嘩強いです。今日全員芝生って言ってる。いや、怖い。言ってないですよ。はい。僕にはね、デビルに見えます。デビル、私がですか。今日は仮面をかぶってるんで、ね、大丈夫です。カエル話です。よろしくお願いします。ゆうくんとね、さっちゃんでやっております。あ、そんな感じですけど。え、ゆうさんですね、育てていいの。ゆうちゃんはね、すごい昔不良だったの。えゴリゴリの子を見てた。いいことない。いいことない。カルバナスだよ。兵庫県姫路市出身なんですけど。そうそう、兵庫村出身です。今日はヘルペスなんで、マスクをしてます。美意識すごい高いよね。隠したいらしいです。もういや、ひどいよ。すごいグロい状態なんで、ちょっとお見せするのはちょっとまずいかな。誰が来ました。いらっしゃいませ。違う違う。いらっしゃいませ。今日お休みなんでご飯出せないです。お客さんか。マットさんの紹介にツッコミが入ってますね。本当だ。怒られてますよ。チャイナスクエアは飲食店なので、最初の紹介ですね、多分ね。はい。僕もチンカスヤロですか。また言ってます。いけません。でね、こうすごいその自由奔放な彼は私のサポートしてもらってる山本マットさんですね。よ、マットさん。マットさん。マミチさんから紹介してもらってもらって
あ、メラニちゃん。メラニちゃんは毎日夜深夜1時からツイキャスの配信をしてるんですけど、はい、なんとですね、弾き語り枠にいながらにして一切歌わないっていう応募を俺そうだよね、それをさらに乗り越えてそうポスターにまで渋谷に等身大ポスター貼られちゃうぐらい居座ったっていうね弾き語り枠に それにすら楽器持って出てな映ってないっていう、そうそうそう、こうやって映ってたよね、こうやってやってるだけです。あ、ちょっと同じポーズ今やってみて。あ、全然いいですよ。そうだけ、はい、それだけ近いメラニのアップ、ね、かわいい、ダメです。あ、やめよう、危ないわ、放送事故ですね。はい、ということでね、すごいあの変なとこちょっと気も座ってるかもしれない。え、アシストえ、すごい流されたね、今ね行こう、次行こう、どんどん。はい、そうですね。じゃあ、自己紹介が、マットさん、マットさんは、いいの、それ変態です。はい、変態、はい、壁画です、はい、変態なんで、あの、はい、ちょっと多々危ない発言があるかもしれないですけど面白い、はい、頑張りますということで、じゃあ自己紹介終わったので、はい、みんなゲストの方々に1曲ずつ歌ってもらおうと思います。最初、じゃあ誰から何順にしましょうか。じゃあ、近い帰らないさんで、あ、はい、じゃあ、席順、まみちさんからの方がいいか、まみちさん、どっちでも、全然どっちでも、どっち、いや、まみちがいるときは、はい、体のどっかの部分の大きさとか、だいたい背の順とか、足の下順とか、そうそうそう、手の大きさ比べたりとかいろいろしてきたけど、はい、あ、今日髪の長さ順は、いや、もう分かるじゃないですか、それめっちゃ短い。じゃあ髪の本数順、本数誰が数えるの、めっちゃ時間かかるんですけど、それ何順かじゃあ決めて、メラちゃん何順がいいですかね、パッと見で分かんないやつがいいですよね。髪の色順、髪の色順え、何て言いました、髪の色明るい色順、じゃあ明るい色順で、まみちさんですね、同じですね、はい、お願いします、はい、はい、続けて、あ、そうだ、失礼いたしました。今週の、番組テーマ8月25日は即席ラーメン記念日、インスタントラーメンといえばパテナっていう、インスタントラーメンといえば何ですかっていう感じのテーマですね。はい、買いました、何が好きですか。私はカップヌードル、あ、同じか、シーフード味、オーソドックスな、あ、シーフード、はい、それを一味唐辛子をめっちゃかけて食べるのが美味しいですね。一味、はい、一味です、七味じゃなくて一味です、ゆうくんは、僕はあの糸麺のちゃんぽん麺が一番好きです。糸麺のちゃんぽん麺、これ多分ね、関東に売ってないんですよ、多分関西にしか売ってないっぽくて、あ、それすごく美味しい、美味しいですよ。ギターとギターつないで、ギターと、新しいね、緊張してるね、何も起きないってことかな、なんかふわふわした空気だよね、ふわふわ、そう、怖かったね、すごいドキドキしたねなんでなんで、普通ですよ、はい、メラニちゃんとは仲良くさせてもらってるから、こうみんなね、そう、仲良く、そうね、今日みんな嬉しいです。じゃあ皆さんもあのラーメンのことに関して書き込んでもらえたら嬉しいです。プレゼントに関しては後ほどどうと思います。準備は、どっちかだけ教えて振ってくれよ。シンガーソングライターの泉まみです。よろしくお願いします。幸先不安ですが、自己紹介がてら一曲をお届けしたいと思います。私が最近作った曲の中で一番新しい曲、
聞いてください。好きと言わないあなたへ。あれですね、プレゼント紹介をしようと思います。
今週の番組プレゼントは毎度おなじみパルヘジアステッカー、宴さん提供インチキマンションのお笑い CD、 チャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、そして番組コーナーで使用されたスケッチブックの用紙と番組終了後の、集合写真ですね、サイン入れてプレゼントします。プレゼントの応募方法は、番組スタッフさんが応募用ハッシュタグをツイートしてますので、リツイートするかそのハッシュタグをつけてコメントしてください。これじゃん、これもう出てるよ。ちくわさん、怖いわ。あ、すごいコメントじゃん。リバーブ今切ってる。あ、本番なんですか。こっちはいいかな。喋る？喋んない？あ、そうか。じゃあこっちは大丈夫。めっちゃ尽くされてるな。では、カエル話お願いします。はい、こんばんは、カエル話です。今ヘルペスを患ってまして、マスクをつけてますが、顔はすごく真面目なので真面目に弾いてます。中学校の話をします。中学戦争というお話を聞いてください。見れた教室に誰もが何かに怯えてた。見ざる言わざる聞かざる仕事に真面目な先生。学生カバンに忍ばせた刃渡り16センチのナイフ、屋上から見下ろす光景、涙が風に乾いてく。あいつがトイレにこもりたく一生じみた落書き、クラスのマドンナが知っているリストバンドの下、誰も知らない、知らない、知らない、知らない。いや本当は知ってた、本当は気づいてた。全て投げ打ってまで守る価値が僕らにはあったのか。わけのわからう正義を掲げ、誰かが誰かのせいにする、誰ともわからう悪意と戦う。あの時の僕らは中学戦争。数式ばかりの黒板に将来など見えやしない、後ろの席のガリ勉が塾の課題に勤しんでる。セクハラまがいの体育の間に切り刻まれた制服、制裁を守るチャイムのファンファーレ、声も出せない、出せない、出せない、出せない。でも本当は泣いてた、打ち明けられなかった。ネットでつぶやく、助けのサインは誰に届く。タッチの悪い若さを武器に必死に自分を守ってた。誰ともわからう悪意と戦う。あの時の僕らは誰も知らない、知らない、知らない。声も出せない、出せない、出せない。全て投げ打ってまで守る価値が僕らにはあったのか。ああ、わけのわからう正義を掲
影、誰かが誰かのせいにする、誰とも分からう悪意と戦う、あの時の僕らは価値の悪い若さを武器に必死に自分を守ってた、誰とも分からう悪意と戦う、あの時の僕らは中学戦姫路に帰ってたらしいじゃないですか。そう、今日帰ってきたんですよ。あ、今日帰ってきたんだ。はい、どうでしたか。あっという間の3日間帰ってたんですけども。ライブしに行ってた。帰省しに普通に帰って、はい、普通にこう遊んで帰ろうと思って。ライブしてくれるかな。いい、もうちょっとそれをすると話が長くなるじゃあしようか。じゃあしてみようか。なんかね、うちたち11月にちょっとこう、はい、それはどうも。これは今言っていいんですか。なんか撮っといた方がいいか。映ってるから。ワンマンライブが、はい、決定してまして。ということで、まあ、そういうのは何回も言いましょう。ちょっとアルバム作ってるんですけど、今これ発ということで。忙しいんですよ、本当に。こうだって今月刊やってる最中なんだよね。そうです、月刊の窓っていう、こう代官山の窓でやってる月刊の窓を、そうですね、メラニちゃんと一緒に、はいはい、選んでもらってましてね、メラニちゃんも仲間なんですけど、はいはい、こうそれとね、こうやっぱりこう重なって、アーティストらしいこう忙しいという時期に来てまして、帰る話、帰るならいい、ね、ちなみに月刊で間に合ってってる感じの。それはこうね、間に合わせない、間に合わせて、今のところ間に合わせて、今まで間に合ってる感じ。この間中間発表が終わって、うん、やっと中間してんだねって感じですよね。12月までだっけ、ね、みたいですね、12月、はい、12月まであるんですけど、まあ、それでこう変える機会を逃してしまうと、今帰らないと、ので帰る機会、そう、帰る機会、帰省する機会、そうです、帰省する機会なんか ややこしいからちゃんと言葉を分けよう。これ何の話してんのか。そう、帰る、そう、帰ってたんですよ、3日間に。充電できましたか。充電できましたか。あ、でもヘルペスできて完璧な充電、あ、遊び疲れて帰ってきたみたいな。すごい怖いこと言うけど、ヘルペスって映るんですよ。映る。聞いたことある。映るんです。映るんですよ。やめてもらえない。やめてもらえない。その勝ち誇った。勝ち誇った。そうですね。そんな感じですわ。そんな感じです。はい、え、まみちさんはお家帰れました？私ね、今年まだ帰ってなくて、はい、去年も帰れなくて、ほら、来月の9月の後半に新潟でライブがあるので、はい、そこに合わせて10日間ぐらいバッチリ帰ろうと。ライブは2回なんですけど、もうその前後10日間帰ろうと思って。うーん、10日間がっつり新潟、うん、新潟で路上ライブもしたいなと思ってます。今充実してますね。そうなんですよ。
さん全然帰らない、耳僕帰ってないんだよね、20年ぐらいは家で立ってないんだよ、そう僕鹿児島です、鹿児島の鹿児島、アイラ郡だったんですけど、アイラ市になってますね、市鹿児島市から遠いの、鹿児島から、あ、だけど近いっす、20キロぐらいだけど、半島の方には行かないんだ、そうですね、あのもう市の横です、あ、じゃあ全然近いじゃん、今わかんないじゃん、そうなんですかね、わかんないですけど田舎です、田舎、ひなちゃん東京だもんね、そうだ、帰る場所がない、いやいやいや、毎日帰ってるでしょ、帰る場所、あの故郷がないんですよ、全部、イギリスに帰ればいい、そうです、イギリスはあの生まれただけでほとんど、はい、生まれただけでほとんど何にも関わりもないし、その後行ったこともないんだ、ないですね、で横田基地で座ったんですけど、横田基地ももうあの全然関係ないからこう入れない、そりゃそうだよね、から故郷がないんですよ、どこにも、はい、悲しいからやめよう。あのたまに平用地の持って入れば。捕まる。そこまでして帰るか。捕まる。捕まるか。そこまでして帰るか。よし、頑張るか。やめようか。はい、どうしよう。次は持ち込み企画になってしまうんですね。でもやりましょうよ。やる？はい。じゃあ。持ち込み企画やりまーす。コーナー説明をしてください。マットさん、今日は、そうなんですよ。当初ね、あたかも読書をやろうかなと思ってたら、うん、できるとなんかこう3票、うん、あの似顔絵がいいって言われた。似顔絵講座をやろうと。似顔絵講座。講座？教えてくれるの？僕、実は。実は教えられるんだよね。あ、そうなんだ。あ、マットさんに教えられるんですか？え、似顔絵教えてもらおう、そういう講座ですもんね、もう出た、このえ、似顔絵あり、ゆうちゃんありません、ゆうちゃんにゃすゆうくんはめっちゃやばいな、絵は上手ですか、皆さん、私は面白くないほど普通です、そう、なるほど、いや下手でもなく上手くなったみたいな、それったら下手でよかったみたいな、じゃあ描いてみましょう、え、誰を描けばいいんですか、自分で似顔絵です、あ、自分が違うそう、自分が描けて、いや、めっちゃ美化してまうな、で、教えてくれるんじゃなくてマクロさんが、え、そっから添削が入る、あ、添削が入るの、なるほど、やばいな、添削が入るのか、わからないです、自分の顔をね、自分の前髪どっちだこれこうね、いや、みんな無口になるこれなる、多分なんか、じゃあちゃんと実況しながらこう、うん、変えてこう、あ、そうか、見せないで見せないで、こう見せない感じでこう実況する感じの、見せないで実況、どういうこと、え、だから、か今の髪はどっちだっけみたいな、うまいの、あ、絵はあの見ながら描くのは割とうまいんですけど、想像して描くと大変なことになります。大変なこと、うん。美術はずっと5だったんだけど。え、すごいね。優秀だったのかね。私優秀だったんですよ。頭いいもんね、なんかね。自分で言う。もううまいんだけど。もうすでにうまいんだけど。何これどうしたこれ、なんだこれ、すごい。マジ、え、どうしよう。どうしよう。どうしよう、一本しか線描いてないね。え、もうできちゃった感じ？一本で。で、それすごい。すごいな。誰？画伯いますね、一人。なんかね、絵って難しいですよね。ちょっと今いいかなみたいな。これどういう順番で発表していった方がいいんだろうね、あ、もうそれはメラニちゃんからも、いや、マットさんが決めればいいです、あ、誰見せてほしいってことですか、無謀、みんな真剣このさ、真剣です、ま、マジックで今書く音が拾ってんだけど大丈夫かなこれなんか微妙に拾ってるすごい中途半端な感じになってる
ああもうダメだ、失敗した。あ、カフェでも違うんだけど。どんな口してんだろう。みんな無言、やばい、みんな無言、やばい、やばい、忘れてた、ワールド入った。ワールドに大丈夫かな、この企画。ほほほ、いや、今のうちマットさん、この書き込みをいじり倒してください。ちくわちゃんがいっぱい書いてくれてる。そう、ちくわさん横田基地に入れてもらおうと書いてる。横田基地、みなちゃん、お父さんね、いないか、いなくなってるから探しに行こうよ。どういうこと？ああ、ツイキャスかなんかですか？え、ゆいちゃん、どういうこと？ゆいちゃんのお父さん、今どこにいないんですよ、今の、うん、てか、なんか死にそうっていう連絡だけ入って。え、はい、どういうこと？なんか癌で死にそう。何にそうだから。え、だって大変だわ。どう、だって言葉は通じないんだよ、どうすんの。いや、もう遺伝子でわかると思うよ。遺伝子でわかるわけねえだろ、んなの。急に口が悪くなった。お前怖い。いや、これが血なんでしょ、だから。そう、このままで出ればいいのね。そう、これで全然喋ればいいのにさ。もうかしこまっちゃうから。そうだよ、つまんない。あ、つまんない、言わないで。さっちゃん先生もできてるわ。さっちゃん先生もやってみます。さっちゃん先生、あの時でみんな見た方がいいのか、一緒に。全然、これ人か。いや、これさ、一人ずつ行ったら面白いと。でしょうね。じゃあ、お力見せます。だけど、みんないい？私は大丈夫。さっちゃん、さっちゃんから行きます。じゃあ、そうだね。うまいな。じゃん、行きますよ。じゃだーん。お、はい、かわいいですね。意外とね、意外とメルヘンな絵描くんですよ、ね。うん、いいよ、いいよ、すごく。だからね、こう、かわいいもの好きなんですけど、うん、言えない、かわいいもの好き。あ、いつもそれをゆうくんを、ね、仮面教師でいじめてる。あんまり可愛いアーティストじゃないんだ、私は。じゃあ、可愛いと思うよ。いや、可愛いキャラじゃないんですよ。可愛い。そう、そう、いつもキレてんなって言われてるから。そう、ゆうくんによくキレてる。ゆうくんにキレてるだけ。はい、私こんなんです。おしゃれ、うん、可愛いです。えい、わー、中途半端だ。次行きたい人、はい、はいはいはい、早く終わらせたい。どうぞ。いきます。はい。おー、かわいいじゃん、いいじゃないですか。素晴らしいな、これ。リボンって感じで、うんうんうん、あ、リボンね。リボン全然読んでなかったけど。あ、懐かしい。懐かしい。読んだ、読んでた。目だね、目が多分そんな感じだね。あー、いいですかね。めっちゃ似てる。すごい。あ、お前やめとけ。やめとけ、ほんまに。自分だからね。マジ怖い。自分だから、ね、すごい。そういう自画像ですからね。すごいわ。そういう風になりたいとかあるんですかね。メラネちゃん、すごい。そう。優しい体ですか。いや、メラネ最後。これはすごい。大概。これはすごいぞ。でも上手い。すごい上手いかもしれない。上手い上手い。メラネ最後でしょ。もちろん。あ、最後？これ最後。じゃあ、ゆうくん。うん。マジ怖いんやけど。ゲーすごい。それ今。いや、これ普通、普段。普段がそう。進撃に出てきそう。普段がそうか。なんか、まあ、マスクしてるからな。赤で描いたっていう。いや、そこな。心理テストとか入るもん、ね。うん、そうだ、まあ、こんな感じです。いや、怖いことですね。皆さん、すいません。お、メラネ先生。これこれ似てるよね。似てるね。似てると思う。似てる似てる。なんか個性的で、なんかすごい、うん、面白いな。これはマットさんからこういう書き方を教えてもらいました。あ、そうなんだ。はい、リアルに書くっていう。教えてほしい。そう、だから私はちょっとポップな感じで行きたかったんですけど、ちょっとがっつりのやつで行こうと思って。っていうか、でもその方が面白いと思う。いいですか、面白い。これいいと思う。ほんまに見たっすね。ちょっとなんか面長なんですよね。あ、面長じゃ、なんて言うんだっけ、おもながじゃなくて、なんて言うんだっけ、これ。おもながですね。特徴と。はい、うんうん。終わりです。終わりですとか。僕それで、みんなで書いてきたんです。おお、すごい。見たい、見たい。スペシャルサンクスが。うん。うん、大した絵でもないんですよ。あ、そんな、まず、ゆうくん。うん、え、
マジで言ってるんですか。あーめっちゃ思う。ゆうくんあのヤンキーだったってことで、もうそこら辺をなるほどね、もうもはやデフォルメ強めな感じであれですね。あ、なんや、あーそっか、ここら辺はあれです、あのロマンチックなのと気持ち悪い、何これ、ちょっと乙女チックなところ、ゆうさんごめんなさい、ごめん謝ったごめんなさい。で次はミレンちゃん、はい、お、ちゃんの絶対こうだったこっちカメラ、カメラあるけど、これね、私のね、あの鼻ディスリなんですよ、鼻ディスリ、あ、うん、鼻ディスリなんですよ、魔女って感じ、うん、そう鼻ディスリするから、アホの子って書いてあるし、かも次は、さっちゃんの先生はもうこういう、マジかこっちどうなってんの、それどうなってんの、わかんないところがいっぱいある。ちょっと待って、どうなってんの、これマットさんは投げ飛ばされたんですよね。ちょっと難しかったんですよね、柔道のあれだった。ちょっと女の子なんで乳首出しちゃいけないかなと思って、もはや出してるわ、乳首ズミもしてるんですよね、洗濯場さん、洗濯場さん出してますよね、もう出してます、最悪。え、最後マミチさんに一番書きやすかったね。嘘、本当に怖いぞ、怖いぞ、ギュッてなんか怖いぞギュッとなんかエッセンスを詰め込めました、詰め込めました、あのなんかギュッマミです、ちょっと見ないでこう、こんな感じなんか大体一緒大体一緒、メラニちゃん以外大体一緒なんだすごいぞ、これすごいぞ、おかしいとこがあるここはですね、ひどいんだけど、男気があるんですよ、すごい男気ね、うん、髪型で表現してくれた、それを男気だと、なんか角刈りかな、はい、え、それ、真面目に書いたんですよね、これ真面目に書いたんですよ、え、私はさ、出てるってことは女扱いされてないってことですよね、それでいいかなと思っていいかなって、なるほどね、いいかな扱い、うん、これのグッズ作ってほしいです、これでじゃあこれ誰が買うの、名前ないと誰か分かんないしみんな T シャツに T シャツT シャツはきついでしょ、これでもなんか個人的にはまあえ、ちょっとさ、並べて一緒じゃないほぼ一緒じゃないこれ、角刈りとこれ、まあ、デビルを、あ、そうね、そう、なるほどほぼ一緒、あ、本当一緒やね、うん、違う日って感じなんかついてるんだよな、なるほどね、こうなりましたおかしいって思う、これちょっとエロ本地区になるアートですよね、それは、そうですね、完全に心の目で見ると僕にはこう映ってます、そう見えてるらしい後で投げてもらえますか、ね、放送事故にならないひどいわ、いや、これなはい、こうね、似顔絵ができたんで、これは全部プレゼントでいい感じな、そうですね、え、プレゼント、これプレゼントします、これ自分欲しいな、自分が欲しいな、世に渡ってほしくない、せっかく書いてもらった、世に渡ってほしくないここで止めたい、あ、そうか、止めたいってことかどこでも流出させないの、流出させないのそこかやばいわな、いやいやいや、マットさんが才能が開花するかも、いや、でもこれさ、マットさんだから許されるんだよね、うん、でもね、知ってる人だからだと、そうだよね、初対面でやると怒れそう、前もや確かやった気がするんですけど、あ、そうなんだ、割と微妙な空気があるなるほど、いいね、良かった、なら良かったです結構早く終わっちゃいましたね、うん、ね、あったかもですよ、あったで、いいですか、ほら、え、なにその辺の T シャツは買えないよって言って、嘘、在庫はでもマットさん全部買い取りになるんで、うわ作った分は、うわ買い取りに、買い取りか、そう、あれおかしいな時間的には今どうなんだろう、45分から本当は持ち込み企画ぐらいの、じゃあ読書できるじゃん、じゃあ読書やりましょうか、うん、はい、あ、いや読書やります、読書楽しかったな、うん、先月ルール分かってます、説明をお願いします、なんかまたかも読書しているようにストーリーをどんどん回していきます、いや面白いよ、うん、
わかりました。わかりましたか。はい。じゃあ、順番だけ先からでいい。あ、順番、そうか。振ってくんだよね、あれは。順番関係なしで。誰でもいいんですね。マミチーさんは無人島の効果ありますか。あ、先月の難しい。先月もこれをやったんですけど、はい、先月はあのいた人全員最初登場してたんだけど、最終的に無人島で私だけ生き残るってい う, そ, う, いうそれで終わったんです。あ、じゃあその続きからね。そうです、無人島で生き残ったラスト。そう、マミチーさんの役私主人公ね、うん、ゆうくん得意なの。いやいや得意。いや得意じゃない。全部振ろうすごい上手いよ。いや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 、ちょっと待って、すごいすごい。いきますか。はい、続きね。第2章的な感じね。あれから1ヶ月が経ちました。季節は変わり、風も涼しくなりました。マミチーは寂しくなってきました。先月からずっとさまよっていますが、やはり生き物は何も見つかりません。そんな1ヶ月ね、そう1ヶ月。そんなある日、とあるものが漂流してきました。そこに駆け寄ったマミチー、見つけたそのものとはとはそのものとは漂流してきたものに近寄るマミチースルーしたな、振りをスルーしたな、今な。やった、食べ物だったらいいな、嬉しいなと喜ぶマミチー、うん、瓶をすっと拾い上げ、中を開けてみると、そこには瓶だったのね。瓶は言ったな。瓶というのそこにはボーイ、いきなりボーイ読むかよ。ここにはお金がたくさん100万円ほど入ってました。あーでもここ無人島だからな、お金あっても使えへんな。突然に食べ物ではなくお金だったことに驚愕したマミチーはなぜか関西弁になっていました。関西弁になっておりました。大金を手に入れたマミチーさんは、あ、マミチーは考えに考え、24時間落ち着け、それでも考えに考え、このお金をどう使おうかと考え続けました。そのお金で、いろんなものを組み合わせて、イカダを作ることにしました。お金とか無人島なので、ヤシの実やら、木やら、何やらでつなげて、早く NG 出してください。この無人島から出ることに決めたのでした。するとそこに漕ぎ出した、無人島から漕ぎ出したマミチーさんを襲ったのは大きなクジラでした。大きなクジラはバクッと口の中にマミチーさんを放り込んじゃいました。するとそこに、するとそこは胃袋の中にはすごい世界が広がっていたのです。その世界とはその世界にはもうすでに住人がいて、住人がいて、住人がいて、やばいやばいやばい、今日やばい。その世界にはすでに住人がいて、宴会をしておりました。どんちゃんどんちゃん騒いだても、そこには素晴らしい楽しい世界が繰り広げておりました。さ、さ
そこに突如鳴り響く学校のチャイム。キンコンカンコン。学校なんか。クジラの中が。マミチ。マミチ。マミチ。起きなってマミチ、授業中だよ。パッと目覚めると、そこはいつもの授業風景。先生がこう言いました。この問題を解きなさい。黒板を見ると、なんと数学の授業中、マミチーは数学が大の得意でした。さささと問題を解き終え、机に戻り、今までのは一体何だったんだろう。夢？いや、ちょっとリアルすぎるし、実際髪伸びてるし何だったんだろう。と隣の席を見ると、そこにはなんとメラニちゃんが。あれ、メラニちゃん同級生どうしたメラニちゃんどうしたということで、メラニちゃんに状況を確認します。私寝てたの？そう、マミチが聞くと、メラニは大きな口を開けてこう言いました。キンコンカンコン。また授業が始まってしまったのです。あ、授業が、終わって今どうなったんだっけ。キンコカンコン。あ、先生が来ちゃう。マミチ、後で話すね。ごめん。先生が来ました。その先生は、さっちゃんだったのです。先生、さっちゃん。先生はさっちゃんです。さっちゃん。さっちゃんがガラガラ引き連れてきたのは、なんか骨格の標本かと思ったら、ゆうくんでした。ガラガラ。骨格のゆうくん。これから授業を始めます。なんと、学校がロケット噴射で空高く飛び上がるではないですか。ちょっと。その時、みんなは。これアウトジャッジ、てるちゃんね。ちゃんとしてね。では皆さん、今から課外授業っていうかな、こういうの。ロケット噴射どこ行った？ロケット噴射ね。まずね、ロケットね、ロケットで空高く打ち上げられたパルヘジア組、パルヘジア組の面々は。さっちゃん先生と共に宇宙勉強に出かけるのでした。そうですね、このね、ゆうくんという骸骨を指さして、さっちゃんは言いました。これはね、この宇宙で見つかった素晴らしい骸骨なんだよ。みんな勉強しようね。ごめんね、ほんまに。謝ってるか。マジか。何言ってるか分かんない。それを黙って聞くマミチ。ああ、こんな展開だったらいいな。話戻すの？思いつつ、クジラの胃の中の宴会を見つめているのでした。あ、さっきみたいな展開に行きゃいいな。でも行かないよな、これが現実だもんな、と。その住人たちの宴会の様子を見つめているのです。その住人たちがマミチーに話しかけてきました。あなたどこから来たの？何歳？
年はいくつ？一緒。一緒。マミチーはちょっと疲れていたので少しイライラしていました。もう話しかけんといてよ。なんやねんあんたら。怒ると感じる。なんかあんたら臭いでめっちゃ。胃の中やからか。マミチーはイライラしてきました。するとその住人の村長っぽい人が話しかけてきました。おや、そのイカだ。よく見るとお金でできてるじゃないか。マミチ、我々の食べ物とそのイカだ、交換してはくれないかね。マミチは考えました。今お金あっても意味ないし、お腹すいた、オッケーです。ということで、食べ物とイカダを交換したマミチ、もう乗り物もないのでクジラから出ることはできなくなりましたが、お腹いっぱい美味しいものを食べ、宴会の様子を眺めておりました。すると何か新しいものをクジラが飲み込んだようです。クジラの胃の中に入ってきたそのあるものとは。メラニちゃんやん。あんたなんでおるんここ。とマミチーは聞きました。確かに。メラニちゃんは言いました。いろいろあって。あれメラニって死んだんじゃなかった？死んでないです。メラニは死んでないんだけど。いろいろあったんだよ、マミチー。私いろいろあったんだよ。すると、もう一人、口の向こうから何か飲み込んでくるではありませんか。おや、あれは。マットーさんでした、それは。マットーさんがギターを抱えてやってきました。ここでライブや。お前ら騒ごう、騒ごうぜ。はい、え？ライブしようぞ、ライブしようぞ、みんなでしようぞ。そこにふらふら住人が、胃の中の住人が現れました。ゆうくんだ。ゆうくんは言いました。ここは、ここの胃の世界はさっちゃん女王が牛耳っているんだ。ライブをやる前にみんなで成敗しに行こう。成敗。わかりました。マミシーさんは先頭を切って、先頭を切って退治にしに行こうと言いました。よし、俺たちは猿キジ犬だ。おお。ちょっともう話が分からなくなっちゃった。ちょっと成敗、誰を、あ、私が先頭を切って、さっちゃんを成敗しに行くんだよね。でも、まだ胃の中にいるんだよ、ね、まだ胃の中に。まずは状況整理。確かに。まずは状況整理。私が胃の中に来るまでの状況をこと細かにゆうくんに聞きました。どんな感じ？どんな感じ？まあいろいろあったんだけど、飛ばす。
この辺ははしょっていいかなとゆうくんは言いました。そう、彼はめんどくさがり屋なのです。とりあえずさっちゃんを倒さな、こっからは出れへんで。まみち、戦闘切ってくれるか。まみちは仕方なく武器を持ち、さっちゃんに言いました。やいやいやい、私をこっから出せ。さっちゃんは言いました。あんたら私が極道の女やと思ってそれ言うとるんやろな。まみちは震え上がりました。その瞬間、刹那のごとくさっちゃんの右ストレートがまみちのボディをボン、続いて顎ボン、まみちは崩れ落ちました。めっちゃ強いやんこの人。クソ、行け猿キーサキー。それまみちが言ったの。そう、猿が女王に向かっていきました。それを女王はそい、背負い投げで一投げ、そしてそい、破壊締めじゃない、寝技でノックアウトさせました。もうそれを見ていたみんなはもう女王を悪者になっていきました。そして マミチーに声援が、頑張れ頑張れ。女王はアウェーになってしまいました。このままじゃ私の好感度が下がる一方だわ。女王はキーッと言いながら引き上げていきました。え、勝ったんだけど。女王を成敗したマミチーを胃の中の住人たちは称えました。マミチーすごい、マミチーすごいよ、歌っていいよ。マットさん、ギター弾いてください。ライブをしようぞ。戻った。そしてマミチー先生が、そこの胃の中の女王になったのでした。珍しい、珍しい。終わった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 。すごい、これはね、ゆうくんめっちゃすごいっすね。すごすぎる。すいませんね、無茶ぶり。さまさま。なんか本結構読んでるんですか。本好きです。あ、だからだ、なんか、すごい。本全然読んだことないから文章が全然わかんない。メライちゃんだって先月なんか冷蔵庫開けたらどんぐり入ってたもんね。はい。大量のどんぐりが。大量のどんぐりが。すごかった。怖いですね、これは。これはね、怖い。急に来るから。試されますね。はい。お、時間ぴったりぐらいかな。いや、時間いい感じだよ。いい感じですね。これでだいぶ行ってもいいかな。はい。じゃあ、またライブに戻りたいと思います。順番はさっきと。逆で、カエル話さんたちからお願いします。はい、2曲ね、はい。いや、今月も生き残った。ね、私生き残った、うん。また来てやらないと。来月でもいないんだよな。寂しいわ。そう。来月できねえじゃん。できねえじゃんって言われてる。来月できねえじゃん。コメントがたくさん来てますが、関西弁に関してが多い。たまに関西弁、ちょいちょい関西弁になるまみち。来週関西弁で MC してもらいましょうって書いてあるよ。あ、準備はいいですか。はい、ではお願いいたします。続きまして、カエル話、2曲ほどやらせていただきます。さっきの本の内容じゃないんですけど、僕たちは曲のことをお話と呼んでおります。そのお話の中から一つ、巡り合いのお話を、ツバメとクジラというお話を聞いてください。
太陽に伸びるひまわりだった時、私は雨を望む紫陽花だったの。あなたが海を渡るツバメだった時、私は深海に潜るクジラだったの。数千年経った思いをして、やっと人として巡り合ったわ。呪いみたいな恋だねって言って、あなたは微笑んで、冗談なんかじゃないわって、少しずめるの恋を始めましょう、恋を始めましょう。愛に溢れた人生ほど早く過ぎるものね。繰り返した朝も夜も全て愛おしい。数千年なんて笑い飛ばして、人として死んでゆくのよ。参加というお話を最後にやります。深夜のバイトに繰り出す東京参加、駅前で誰かが弾き語るあの曲を横目にして、山手線の最終列車に飛び乗る。未来に借金している日々だ。仕事を辞
めて夢を追いかけて胸も荒れやしないよ。それでも応援してくれたから、深夜のバイトに繰り出す状況参加。駅前で誰かが弾き語るあの曲を横目にして、山手線の最終列車に飛び乗る。こすり部屋へ帰ると、留電がチカチカ、高校時代の友人からで、来月結婚するらしい。素直に返事ができない僕を、あたりが容赦なくてら、ほんと情けない。な夢はまだまだ夢の先、東京を参加。出勤していく人の波を窓越しに見て、ため息まじりに口ずさんだあのフレーズは、六畳の部屋を少し広く見せた。望みが叶うやつなんてほんの一握りだとしても、知る限りは一度きりの人生だから、将軍の努力とわずかな恥を今ここで夢はまだまだ夢の先、東京を参加。出行く人の波を窓越しに見て、ため息まじりに口ずさんだあのフレーズは、六畳の部屋を少し広く見せた。深夜のバイトに繰り出す東京を参加。駅前で誰かが弾き語るあの曲を横目にして、山手線の最終列車に飛び乗る。いや耳に残ったフレーズは、5年後のあなたに幸あれ。いつからその衣装はそれになったんですか？いつから前、最初からですか？いや、全然途中から瞑想してました。瞑想したんですか？以前はどんなの？最初はあのちょっとワンピース、白いワンピースでとか、うん、だって次は着物とか似合いそう、着物。でも着付けが分かんなくて、蝶々結びしてました、着物に。うん、もう本当に、でも衣装としてはそれはありだよね、蝶々、うん、結びしたところで、うん、いろんなのを試して結果この衣装にたどり着いてますね、今のところ。シンプルです。シンプルで、シンプルイズベストです。シンプルです。全です。じゃあ、まみちーさん、はい、お願いします。行ってきます。そう、体型も似てるんで、とてもいいよね、はい、寄せてて、うんうん、すごい、いいな。よく兄弟に間違われます。あー、兄弟、確かにいいよね。私は全然似てない。え、似てるじゃん。え、嫌なんですけど。普通に似てると思うよ。似てますか？何が似てるんだろう。え？もう最近なんか言うことが似てるよ。え？
どうしようどうしよう、あ、やばいな、これ言うことが似てるって、浸透してくるよね、一緒に嫌だわ、似てきますよ、似てくるよね、嫌だな悪いとこ寝ちゃったら嫌だなそうだね、ギターが上手いとこと こにいればいいね、うん、頑張れ頑張れ頑張ってるもんね、わかんない、頑張ってない、うん、準備はいいですか、お店とか、はい、では準備はいいですかね、はい、はい、ではお願いしますここに来るとどうしても歌いたくなる曲があるのでお届けしたいと思います。新潟で暮らす両親を持って書いた一曲、聴いてください。おやすみ。目を覚ました
日のようにママから電話が来ますが、もう1週間ぐらい出てません。3日に1回は出ようと思ってたんです。でもね、出るとね、あら出たのって言われるの。出る気がなくなりますよね。用事があるときは、ちゃんと用事があるときはメールをしてくるうちのママです。電話は特に用がないので出なくてもあれなんですけど、最近ですね、とあるアーティストの毎日配信してるツイキャスがあるんですけど、そこで話題になってた両親に感謝とか愛を伝えてますかってつい最近言ってて、うちのママは電話してくると用はないけど絶対切る前にマミちゃん愛してるよって言ってくれるんですよ。私は恥ずかしくて、うん、分かった分かったって言っちゃうけど、すごく素敵な環境で育ってるんだなって実感して、ちゃんと伝えようって思いました。最後一曲、私が18歳の時にそんな大好きなママを号泣させて東京に出てきた時の話を聞いてください。グリッター。大切な人からの痛い言葉。
自分で決めた恋の道、流れた涙のためにも絶対叶えるんだ。たくさん泣かせて本当にごめんね。今ここで言えることは多くはないけど、もう一人じゃないから、泉まみでした。お母さんみたいでしたね。お母さんみたいでしたね。ヘルペスさんは話が違った。なんすかじゃないか。1週間もっとだね、多分ね。なんでですか？わかんないけど。なんか理由があるんですか？出たくない。酔っ払ってるから。ママいつも酔っ払ってるから。ちょっと行ってきます。いってらっしゃい。さあ、メラニちゃんが準備をしてる間にコメントを読みたいと思います。さあ、乗っ取りますよ、乗っ取りますよ。慣れてるな。パチパチ、ありがとうございます。おやすみ、いい曲だわ、ありがとう。ハッシュタグ、あ、そう、今日のハッシュタグは、ハッシュタグ、今夜はタコ紹介からのスタートだよ。これ、びっくりマークまでですか？びっくりマークは違うのかな？もうまでなんだけど、なくても大丈夫。なくても大丈夫。なるほど、これを一字一句間違えずに、ツイッターに履歴を残すにチェックをした状態でコメントしていただくと、応募になります。応募になります。ツイッターに残さないと拾えないので残してください。カエル話さん、はじめましてですね。はじめましてだな。突然に。さっきカエル話の名前の由来、あ、そうだ、書いてあった。名前の由来、名前の由来はカエル、何かを変えるお話、うん、ということでカエル話となってます。短かった割と。そして、まあ、うちたち上京してきたわけなんですけど、まあ、帰る場がないということで、まあ、帰るつもりないぞって気持ちを込めて帰る話となるほどなってます。なってるんですよ。なるほどなるほど、はい、メラニちゃんとは月刊の窓で一緒にやってると、はい、一緒にこう頑張って高め合ってますね。ほわほわしてる。, 笑ってるよ、メラニちゃん。いつも癒されてます。癒されるよね、メラニちゃんね。そんなメラニちゃん、準備はいかがでしょうか？大丈夫です。じゃあ最後 MC のメラニちゃん、お願いします。お願いします。今から歌う曲はマットさん、この前の単体で一人でクラブパルヘジャーに出たんですけれども、その時にマットさんバージョンを披露したんですけど、この今日は私バージョンの UCC という曲を最後にぶち込まそうと思ってます。UCC って題名です。大丈夫です。大丈夫です。題名 UCC です。それなんか結構ちらほら言われるんですけど、やばどうなの作った人。いや俺何も考えてないもん。これ私大丈夫なの？私殺されるんじゃない？なんか。はい、訴えられる。いやーちょっとマットさんが作りましたって言うから、私無理やり歌わされてますって言うから。それお客さんが決めちゃうんじゃないの？え、タイトルは。え、あなたが UCC って言ったよ。私が最初 UC って言ってたのに UCC がいいって言った。了解です。はい、では UCC 聴いてください。魔法の言葉、言葉、聞いた人はちょっと笑顔になれる。世界中のいろんな
言葉でどんなことを言ったら世界中の人々は笑うのかな。僕は昔パン屋さんになりたかった。僕は昔気象予報士になりたかった。でも今はこうしてバルヘジアで歌ってます。世の中思い通りになることはなんだか少ないけど、うこちんちんで構わない、ほんの少しほら笑ってくれる。みんなを和ます、そんな存在になれたなら見栄も張らない、もしない、比較もしない、みんなを癒す、そんな存在になれたらいいな。紹介していただきました、ぎゅうぎゅうの泉まみです。ぎゅうぎゅうですね。はい、明日ライブです。川崎セルビアンナイトにて企画イベントを行います。アトラクティブナイトと題しまして、私がうわすごい魅力的だなと思ったアーティストさんを呼んで、あ、そのアトラクティブ、そう、メラニちゃんにも声かけたんですけど、残念ながらスケジュールが合わず、マットさん仕事でした。あ、そうです、保育園でやって、
保育園でした。明日保育園でした。残念ながらメナちゃんは出ませんが。明日はですね、私3番手で、4組のアーティストと。そういう時はメラニちゃん弾き語りで出ればいいんで。そうだよ。弾けないんですよね。弾いていいのかな、俺。弾いていいのかな、俺。15分か、待つんじゃない。本当ですか。そうそうそう。ぜひ、じゃあ今度ぜひ弾き語りで、うん、またお声掛けしますので。ありがとうございます。明日は当日でも値段変わらず2000円で入場いただけますので、よかったら仕事早く終わった方は川崎にぴょいと来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから来週の月曜日からですね、大阪名古屋に初めて遠征に行きます。詳細はホームページで見てください。9月の後半、途中でも言いましたが、新潟でライブがあります。22日、オレンジスタジアム、そして27日は岩室温泉という、ね、温泉街でフェスを行います。雨天決行です。それみんな温泉で入りながら。温泉も入ったらいいんじゃない？入ったらいいんじゃない？温泉のとこでライブはしないけどね、さすがにね。そうで、11月には再度北海道の遠征も決まりまして、年内バタバタとぎゅうぎゅうで活動しております。毎週月曜日ツイキャスの定期配信、毎週木曜日ハイクラブというツールを使って生放送、そして毎月第2金曜日には川崎 FM でラジオの番組もやっております。はい、はい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 、あ、次ここでライブするの決まりました。10月の8日木曜日、こちらがですね、対バン4組で1人40分ステージということで、席数がなんと限定6席。お、今日からもう発売しちゃいますので、まさかの来てくれた皆様、さすがです。さすがです。いろんなところで情報発信してます。アメブロ、ミクシー、ツイッター、フェイスブック、オフィシャルウェブサイト、 LINE アットもやってますが、全部調べると大変なので、泉まみで検索したらオフィシャルウェブサイトにつながります。ここから全部リンクで飛べますので、つながってください。よろしくお願いします。以上、ぎゅうぎゅうの泉まみでした。本日内容もぎゅうぎゅうな感じでしたね。次、カエル話。はい、カエル話からちょっとお知らせです。カエル話は次9月ですね、ライブ決まってます。9月2日北参道ストロボカフェ、9月4日代官山の窓、こちら中間発表の何回目かな、うん、中間発表じゃないわ。月間の窓ですね。月間の窓じゃない、はい、え、何普通のブッキングでした、すいません。9月18日は恵比寿天窓スイッチ。9月8日は恵比寿天窓スイッチ。しかし妖怪だね。ゲロ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 。本当だ。すみません。ゆうくんの字が汚くて。9月2日と4日と8日が決まってます。よろしくお願いします。ゲロ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 。そして、あと最後に。そう、本当にお願いがあります。カエル話。2015年11月3日、これ、あの、私4日が誕生日なんですけど。おお、バースデーということで、3日がちょっと祝日なのでこの日を選びました。レポ発、はい、ゆうくん男前だよね、この写真。2、3割増しで男前。ゆうくんが男前でも仕方ないんですよ。仕方ない。みんな私を見てくれてるんですよ。そうそう。今日初めての人、この顔です。この顔、こんな顔してます。この顔してます。で、海優くん、はい、あのカエル話は東京初めてのワンマンで、とても頑張りますけども、本当に皆さんの力が必要です。てかさ、はい、このポスターすげえ力入ってるよね。こっちこれは秋葉原の朝方、早朝に撮りました。はい、ちょっとこれ足元にあるの例のあれなんでしょ。はい、そうですね、半紙っていうか習字をいつも、ね、今日は見れなかったパフォーマンスでやってるんですけども、こちらちらばめて撮ってるんですよ。前回はのアーティスト写真は一面に貼ってたんですけど、今回は踏んでます。その習字を。なんかそれには意味があるんですか。今までやってたことの集大成となればなと思って、あえてそれを踏みました。おということで、はい、レコ発ということでアルバムにも力入れてますので、手売りで今頑張って売ってます。よかったら来てください。11月3日よろしくお願いします。
あらゆる SNS を使ってます。Twitter はメラニーで多分ひらかなさん持ちで、まあ、顔にかぶせる感じでいいんじゃないけど。ひどいひどいひどいって言われちゃった。アメブロもやってて、ツイキャスもやってます、ね、そこか。はい、あと水曜日、金曜日、ちょっとかぶってない？かぶってない。水曜日、金曜日以外、毎日ほぼ深夜1時からスタートしております。よかったら、あの雑談しかしてないんでね、気軽になんか眠れないなって時に訪れてください。余計眠れなくなる感じ、はい、うん、そうですね、あのちょっとあのイライラが込み上げてくるかもしれないです、私もね。ライブ情報ですね、こちら8月29日渋谷のジージさんお昼のランチライブですね。9月12日邪魔を大会山の窓、あれチケット渡してないよね。渡してない、急にに急に渡してもらってないです。そうですね、あ、はい、渡します。はい、あ、いえ、大丈夫ですよ。はい、9月22日はチャイナスクエア。え、もう完売。完売なのしないですよ。そこそこいっぱいあるとこじゃない。はい、チャイナスクエアお昼ですね、クラブパレージア、夜そのままあの丸1日チャイナスクエアさんでお世話になります。はい、待ってます、俺です。はい、連絡待ってます。はい、じゃあプレゼント抽選と、視聴者アカウント紹介をしたいんですけど、ですけどですけど、はい、したいです。ありがとう。これは違うやつ、紹介するってなって、誰がじゃあ当時はじゃあ変えればないかな。まずもう一回プレゼントをもう一回紹介して、紹介してないので今日これか、はい、そうですね、じゃあ、もう一回プレゼントの紹介をしたいと思います。あ、私あとマイクつけてみようかな。失礼。それで声入んねんな。はい、失礼いたしました。いつか。はい、じゃあいきます。毎度おなじみパルヘジアステッカー、これですね。毎度おなじみ、これと歌芸さん提供インチキマンションのお笑い CD、 これですね、こちら、こちらとチャイナスクエアランチライブのトゥルーカラーズに出演していただいた松沢春菜さんのサイン入りステッカー、こちら、これ違う、これこちらと、番組でこれも、これは何だ、小川入りさんですよね。ああ、それは分かる、ごめん、これ小川入りさんです。なんかパッと見分かりました、小川入りさんのサイン入りのなん写真かな、はい、ドラマ限定ですね、ポストカード、はい、ポストカード、はい、写真じゃないの、写真、写真です、写真かと、はい、とあとみんなで、使ったスケッチブックの用紙全部ですねをプレゼントしたいと思います。はい、全部、いや似顔絵はちょっとマットさんの似顔絵は入れないでください、プレゼントで。あ、それはあれか、違う、高値で売れるから。じゃあ行きます。抽選します、抽選です、1枚だけだよ、誰かな、あ、戻ってった1個、これだ、はい、強っ、強い、新村さん強っ、こっちもゲット、新村さん強っ、おめでとう、バイ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 、見えしょ、すごい、はい、じゃあ、今日コメントしてくれた皆さんのアカウント紹介をしたいと思います。読み上げてください。よ、はい、じゃあ松田さん、はい、スマイルミッキードリームさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとう。マーシャンさん、ありがとうございます。マットさん、マットさん、マットさん、しんのすけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ずしパンさん、ありがとうございます。ダヨシさん、ありがとうございます。えっちゃんさん、ありがとうございます。クリボーさん、ありがとう。なんて読むやろ。モンテモンテイリンハドット RJ さん、ありがとうございます。合ってるかな。イエイイエイイエイ。マンタさん、ありがとうございます。マンタさん、ありがとう。コシアンさんだ。コシアンさん、ありがとう。藤丸さん、ありがとうございます。ヘジアさん、ありがとうございます。ヘイ、バルヘジア。
ちくわちゃん、ありがとう。ちくわちゃん、ちくわちゃん、ちくわさんのちくわちゃん。せいやさん、ありがとうございます。せいやさん、まどさん、ありがとう。ドララン、ありがとう。カエル話でゆみゆう、ありがとうございます。イエイエイエイ。メラニちゃん、ありがとうございます。あ、カエル話、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。博士太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。全部読んだ？全部読みました。ありがとうございます。お、じゃあ番組、あ、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。たくさん、はい。なんでみんな笑うんだろうね。じゃあ番組告知ですね。クラブパレージャーは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンで、え、何これ何これ、なんかパソコンでご覧の方は下なんか右指してとかいろいろあるんですけど、うん、やってどれ、マイクやってるじゃん。右下、これ何、ここ、こんな感じ、うん、まあ適当で、はい、ここですね。チャンネル登録もお願いします。はい、以上です。じゃあいつもの視聴者へのメッセージですね。メッセージ、メッセージ、はい、視聴者、あのご覧になってください。はい、皆さんへのメッセージを一言。マミチーさんを、はい、すいません、来月来れません。そこ重要だよね。心配でなりません。来月はですね、5週目、そう、4週目だよね、はい、4週目はちょっと来れないんですけど、5週目にですね、なんで来るんだ、来ます。なんで来るんだ、ということは、なんで来るんだ、ということは、なんと、なんと10、11、12月の MC やります。イエーイ。ということで帰り咲きだ。よろしくお願いします。1週目じゃなかったんだね。ん、1週目じゃない1週目、あ、MC がですか。あのほら、ハッピーバースデー、確かにの曲が、あれさっき流れたと思って4週目だっけ、私。そうなんだね。4週目の MC をやります。10月、11月、12月、メラニちゃんを呼びます。はい、メッセージ呼びます。呼びますので皆さん、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。帰る話です。今日は振らないんだね。カメラが変わったんで、はい、ってんの。あ、そかそか。今日はありがとうございます。ありがとうございます、メラニちゃん。ありがとうございます。相変わらずホワホワしてて楽しめましたと思いますね。はい、帰る話はね、結構いつも場違いだなって思うんですけど、頑張って馴染みましたと思います。いや、あの自分の色でやっててくれるのが一番いい。あの、そうですね、変に混じろうとしないで。どうですか。あの、こういった番組出演は初めてだったので、あの、楽しかったです。とても楽しかったです。これから今日のこの日がこう伝説になるように伝説頑張りますので、よろしくお願いします。次は素顔を見せます。、はい、私はあの1回目より2回目、2回目より3回目の方がまともにできるように頑張ります。すいません。先生でした。それはあんまり気にしなくていいんで。本当ですか。え、でもまだよく、まだもでしたよね。そうなの。え、1回目よりマシでしたよね。マシでした、まみちさん。あれ、そう思ってるんだ。今日は先月より多分マットーさんがいっぱい喋ってたと思う。だよね、うん、あの、そうか、そうか。うん、うん、やっぱ隣にいるとドキドキ。そう、席が前回離れてたから。あれ、そうだよね。やばい感じで頭が一緒伝わるよね。ニュートラルに入らなくて全然回転したから。、はい、だそうです。はい、じゃあまた残り、あの1回残ってるんですけど、それも頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。
では、P ポーズ？何ですか？メラニちゃん。来週のゲスト。ああ。来週のゲストあれどこに？入ってない。あ、はい。来週のゲストは。MC の岸のりこさんと、あらやじゅんぺいさん、有坂智也さんですね、うん、この3名ですね、MC 混ぜて3名はい、混ぜて3名で、はい、やりますね、はい、じゃあ、お別れですね、そろそろ皆さんと、はい、では、それではいつものポーズでお別れです。いつものポーズ、右手が棒です、右手が棒右手が棒つって左手で右手が棒、うん、はい、左手で輪っか P を作ってください。 P です。はい、今週もありがとうございました、来週もって私は言いますので、その後に続けてカメラに向かってクラブパルヘジアと言いながらその手を前に出してください。それでは準備はいいですか？はい、いいですか？はい、今週もありがとうございました、来週もクラブパルヘジア。